ット4スタートです。さあ、今日の最後の集大成ということになりますね。サンチャルラックのラウンド4。さあ、今回は表彰の技術開発スタッフですね、一緒に参戦させていただいております。今月発売のやつですね、技術の FWD 全リクロの 2WD シャーシですね、今月発売予定しております。さあ、コースセンターのマシン1台セット、はい、コースクリアです。さあ、3分間の走行、現在50秒経過したところ。さあ、このフィニックス FWD もね、もう4回の走行でかなり好調の模様。本日の最速ベストアップ、早くも乗り換えて現在13秒02までランプを上げてきました。走行時間残り1分40秒です。さあ、2017年度の強勝ミンスカップオフィシャルレースとなりますね。このミンスカップは本大会が最終ブロックになります。本年度も北海道から九州までですね、全国各地で地区大会を行ってきました。決勝レースですけど、カーゼキンチェンレースで順にお名前を呼びしまして、お好きな位置でですね、立ち位置の優先権がありますので、決勝レースは9時ではございませんので、お間違いなくお願いいたします。さあ、来月1月にですね、またスポットでミンスミーティング九州クローズ大会を、ね、行いまして、いよいよファイナルチャンピオンシップを残すのみという形になります。さあ、大会スタート、いよいよ決勝ラウンドがスタートいたします。さあ、このエンジョイラウンド4、走行時間残り40秒です。残り40秒。まもなく残り時間20秒。残り10秒。はい、タイムアップです。3分間の走行終了です。お疲れ様でした。本日のですね、ミーツエンジョイランはこれでですね、全て終了となります。本当にラプチャートの方をお配りしますのでね、最後受け取って、終了となります。お疲れ様でした。さあ、この後ですね、コースマーシャルがすみません、ちょっと